主の平和があなた方と共に。主の平和があなた方と共に。キリストの平和が共にあります。キリストの平和が共にありますように。そこの看板を見て初めて知った方もいるかもしれませんけれども、鈴木喜恵さんが手に耐えられました。お祈りを本当にありがとうございました。昨日も納棺式で行ってまいりましたけれども、みんな本当に満たされて、とっても、なんかこう充実したような、そういう印象を受けました。とっても良かったなと思います。行き先が分かっているって本当に素晴らしいことだと思いますね。悲しみよりも希望に満たされている皆さんの笑顔が印象的でした。早速、御言葉を学んでいきたいと思います。一言お願いします。大天の父なる神様、今日も見せてください。ありがとうございます。今回の言葉に聞こうとしておりますけれども、どうしてあなたの声を聞こえてくださって、目を開きあなたの声を届けられるように努めてください。鈴木喜恵さんのことを本当に伺いましたけれども、どうぞ今あなたの言葉にあって平安のうちに天の御国の喜びに浸っていることを示すと、ありがとうございます。ご家族、残された人たち、また喜恵さんの祈りに覚えていた多くの人たちの上に、皆さんの何かのある愛にありますというふうに心からお願いいたします。感謝して、喜恵さんの名前を提供します。今日はですね、起用とさえずに絶えず祈らなきゃいけないということを教えるために、例え話を話されたキリストの話ですよね。気を落とさずに絶えず祈ることを教えなければならない。これはどうしてかっていうと、イエス様はきっと気を落とさずに絶えず祈るですから、気を落としちゃって絶えず祈らなくなっている人たちを見たからそう思ったんですよね。つまり、気落ちして祈ることやめちゃう、そういう人たちを見て、人の弱さをよくご存知だったので、そのために気を落とさずに乗らなきゃいけないということを例え話で言って話すことにした。確かにそういうことあるなと思うんですよね。祈り聞かれないとどうしてもやめてしまったり、なんで祈り聞かれないんだろう、本当に困ってしまった。祈りやめるだけじゃなくて、本当に祈り聞かれてるんだと思う。神様なんてそもそもいるのかというところにまで発展してしまう。そういうのが私たちの弱さだと思いますけれども、その弱さを悪いんでイエス様が今日お話しくださったこのお話なんですけど、登場人物が2人出てくるんですね。1人、神を恐れず人を人とも思わない裁判官って、なんでこんな人が裁判官になったのか分かりませんけれども、その裁判官、そしてもう1人はヤモメですね。ヤモメって言葉はあんまり聞かないかもしれませんけれども、夫に先立たれた女の人ですね。で、当時の人たちですけれども、このユダヤの裁判官というのは、一般的な裁判官、大衆から何て呼ばれてたかというと、ネクスト裁判官と言われてたんですね。これはね、別にここに例えに出てくるこの人だけじゃない。もうこの裁判官という職業そのものが、もうネクストだということで、有名だった。そういうふうに一般大衆が言う。なんでそうなのかというと、当時の裁判官は違うんです。とにかく賄賂と骨。賄賂と骨さえあれば、何でも好き勝手に自分のやりたいようにできる。例えば原告いますよね。あの人、ひどいことするんですって、こう、案件持ってったら、そうか。じゃあまずお金渡しなさい。あなたの有利にしてあげよう。今度こっちの言われた被告の方から。いや、そうじゃないんです。
私の方がむしろ被害者なんです。ということでお金を持ちました。うん、あなたが正しい。あなたは素晴らしい人です。こうやっていくわけです。ですから、この裁判官というのは最低の人間だというふうに言われてたわけです。一人この裁判官が出てくるわけですね。で、ヤモメ。この物語の主人公はこのヤモメかもしれない。ヤモメっていうと、今の時代だとただ、ね、夫を失った女の人たくさんいると思いますね。この教会にもいると思いますけれども、当時全然違う。これヤモメになると大変なことです。今だったら、ね、ヤモメになっても、それなりの地位につくことできたり、経済力を増したり、そういうこともできる。でこれができなくても、仕事に就いたりする自由はある。でも当時はそうじゃない。ヤモメになるって言ったら、誰に養ってもらわない。仕事なんかありません。お金もありません。どうしたらいいのかわかんない。そして、兄弟がいればいい。男兄弟がいる。でも男の兄弟もいなかった。男の義理の兄弟がいればいい。でも義理の兄弟も男いなかったらどうする。もう何にも頼るものない。それが兄弟なんだ。何にも頼るものない。仕事もない。お金もない。人もいない。たった一人ぼっちで最後に頼らなきゃいけなかったのがこの最悪の裁判官。なんかこの人本当に大変ですよね。このしかもこのヤモメが普段の生活も困っているのに、さらにその人を困らせてくる相手がいるんです。こんなひどい人をさらに困らせようとしている人も最低なんですけれども、この人については出てきてない。でもとにかくこの人から圧倒的な圧力を受けてて、もうお願いだからやめさせてほしい。でもやめさせてほしいんだけど、やめさせるように頼むところはもうあの裁判官しか残されてない。で、冷静に考えたんでしょうね。何をすればいいんだ。何すればあの相手はいなくなるんだ。冷静に考えたら、どう考えてもあの最低の人のところに行くしかない。そして行ったんです。心に決めて。最後に残されたこの藁を見つかる気持ち、この藁が最悪の藁ですよね。もう周りの人からもね、言われたと思いますが、あんな人に言ったってあれ最低なので、もうちゃんとお金も何にも米もないし、お金もないし、言ったっても温泉払いでしょ、時間の無駄なんだからやめときなさいって言われたんですよね、きっとね。家に帰ってみて、確かにそうだ。あの人最低で通ってる。町でどころか、いくらでも国でもあの人を勝る最悪の人いないぐらい最悪だ。でもよく考えたら、私あの人のとこ行くしかないんだよな。で、やっぱりこの方向しかない。そして、やり抜こう、決めた。神を恐れないで人を人とも思わない裁判官。もちろん、そんなやもめが来たって、しばらくの間取り合わなかったから、温泉払いをして、人々が予想したとおり、温泉払いになって、でそこで終わるかって終わらなかった。温泉払いされた後、彼女の手を考えて、でもやっぱりそれしかないから、行くんですよね。何度も何度も行く。もう、この裁判官も、悪名高い裁判官ですけれども、この、何度も何度もその女の人を追い返しても、やたらめったらやってくる。もう頼んで、イルス使っても、イルス使っても、もうずっと外に待ってるもんだから、もう外にも出ない。出ようもんならずっと叫び通して、身の上を。あの人どうにかしてくださいって、もういいからって言って、道に放り投げて、また向かってくる。もう身の危険さを感じるんです、今度は。裁判官の方が今度助け求めるわけです。助けてください。もうそんなこと勘弁してください。分かったから、もう自分は神を恐れない、人を人とも思わない、あんなやつどうなってもいいと思ってるけど、自分はどうなってもいいと思わないですね。確かに言ったら、あの人にそろそろ身の危険感じて殺されるかもしれない。あの人の情熱って半端じゃないです。じゃあどうする。もう分かったから。叩いてやるから、それで物語が終わるんですね。骨も金もない。でも、この熱意だけでやり遂げた。
この最悪の裁判官がついにやもめの訴えを聞きましたというところで物語を終了するわけです。でこの物語を通して先ほど言ったようにイエス様がお話になったのは必要とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためだということが書かれてますけれども、じゃあどうそうなのかこう読んでいくと、私たち人間がやもめのようなもの、骨もなく種もなく頼るものもない、そうなんだそう思っちゃう。こっち悪い裁判官のもとに何度も何度も行く姿は神様に対して絶えず祈る姿、そういうふうに重ねてみちゃうわけです。でも本当にそうなのかなと思うんですね。このやもめ、何にもないんですね。見捨てられていない。でも、この自分の問題を自分で解決できない、このやもめを、自分、私たちと重ねるってことに、何の意味があるのかなと思ったときに、この例え話っていうのは、そう、やもめをやもめ、私たちっていうことじゃなくて、あの悪名高い裁判官が神様ということじゃなくて、実はこの物語は2つの正反対のことを描いているんだということに気づかされます。この物語の終わりに、イエス様ご自身がこの物語の意味を語っているんですね。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。あの裁判官がやもめに何してやったのか。裁判してやったじゃない、ついに。じゃあ神様はどう対応するのか見てみようじゃないか。そして7節8節で、まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか、言っておくが神は速やかに裁いてくれた。この物語は前半戦、まず第一に私たちはやもめではありません。やもめは、ここで出てくるやもめは全てを持たない、そして見捨てられた人。でも私たちはどうか、もしかしたら貧しいかもしれない、子でもないかもしれない、お金もない、でも心も貧しいかもしれない、でも私たちは見捨てられてないですね。神様は私たちを愛してくださって、私たちは神様の大切な子供であって、イエス様の友だ。この物語がまず正反対である2つ目の理由は、この裁判官と神様が正反対。あの裁判官はどうだったか、心がねじ曲がっていて、最悪の、そして必要に要求に応じて、自分の身の危険に、自分に 身の危険が及ばないければ、何も動かない。人のためには動かない。そういう存在として描かれていましたけども、神様は、神様は公平で、正義がある。憐れみ深くすぐに応答してくださる。これが約束です。聖書は、この分厚い書物を通して、神様から私たちの祝福をどうやってもぎ取るかということを書いてるんじゃないんですね。逆に、神様がご自分の愛する子供たちに、どうやって祝福を与えようか、待っているということ、そしてもうすでに計画に移されているということが描かれているわけです。今日もガラティアの4章を開きましたけれども、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人でもあるというふうに書かれています。私たちを信じている神様は与えてくださる神様なんですね。与えようとしておられる。いつも。私たちが必要に天国の門をどんどん叩いて、どうぞ、神様、ください、これください、ガンガン頼んで、いつも頼んで、24時間祈って、48時間祈って、1週間ずっと祈り続けて、最終的には出す直前になりました。そういうことじゃないんですね。そういうことじゃない。そんなことをするまでもなく、私たちに与えてくださるお方であるということです。私も最近、子供ができて、その父なる神様と私たちに祈るときに言いますね。あった父よと叫ぶ例と書いてありますけれども、あった父よというのはお父ちゃんということです。神様に対して誰も、お父ちゃんって
イエス様だけをお祈りしてて、そのように祈れって言われてもなかなか神様の前でお父ちゃんと祈ることしないんですけれども、でも父なる神様とお祈りする。そのお父さんとしての神様の気持ちって最近よく分かってきましたね。カエナちゃんに何かプレゼントを買ってくるじゃないですか。そうすると、こう見てた瞬間の、あとワイワイって言うんですよ、ワイワイって。ワイワイって言うだけじゃなくて、その辺を飛び回ってるわけですよね。でも私多分、カエナちゃんの前で、娘の前で、ワイワイなんてやったことないんですよ。親のやることを子供が真似するって言うけど、誰もワイワイなんて教えてないのに、あれは心から人間が喜んだときに、それ行動なのかなと思いながらこう、ワイワイってやるのを見てるんですけれども、だってワイワイって、どうしようもない、普通に考えたらちょっと小さなもの、与えたときでさえ、こんなに喜んでくれるんだったら、今度もっといいものを与えてやる、もっと素晴らしいものを与えてやろうと思うわけですよね。ハワイでもらった服がもうそろそろ彼女のスンスル手になってきて、もう膝近くにまでこう丈がなってるズボンなんか履いたりして、逆にそういうのがトレンドなんじゃないかみたいなことを思わせてるわけですけれども、しかしですね、さすがにこの地方に住んでるとダウンジャケットの一つでもないと耐えられないということで、この前買いに行った。でもお店で見てたら、ね、彼女ちゃんは私たちはこう今カナちゃんに作る黄色いやつを選んだんです。そこを与えようと思ったら、それは嫌だって言うんです。それはね、オレンジ色がいい。オレンジ色あんまりやってないんですよね。こっちは見てですよ。でも本人はそれがいいって言うんです。ああ、そうかって言って聞かないんですよ。で、黄色いジャケット着てようとしても、嫌だな。オレンジがいいって、もうずっとオレンジがいいって、店員さんも困っちゃって、もう、どうしようってなってるんです。わかりました。私は後で一人で買いに行きます。でそれで、その場終わって、私結局黄色いのを買いに行って、お店の店員さんにすいません。これもしプレゼントとして渡して、これやだな、オレンジがいいってまだ家に帰っても言うようだったら、交換できますかって言ったら、大丈夫です。レシートだけ持ってきてくださいって言われたんですけど、そうやってこう、親の与えたいものっていうのもあるわけですよね。でも子供が欲しいものと違うときがある。私たちの祈りもそうだと思う。私たちが欲しいと思うものってあると思いますよ。願い求めていることってたくさんあると思う。でもそれが全部聞かれてきたか。自分たちが子供のときどうだったか。ねえ、私今じゃあカエナちゃんにおとんって呼ばれてるんですけど、おとん、包丁使いたいんだから言われて、はいどうぞって渡さないですよ。怖いですよ。何するか分かんないんですか。刺されるかもしれない。分かんない、怖いですよね。でも渡さない。でも、時が来れば、ね、あやちゃん、じゃあちょっとお父さん抜くの面倒くさいからリンゴ剥いてくださいと包丁を渡すわけですよね。私たちの祈りもそう。聞かれてないわけじゃない。答えられてないわけじゃない。すぐに捌いてください。でもそれがすぐに叶わないので、私たちはそのことが永遠に来ないかのように思ってしまう。私たち1分先のこともわからないんですよ。その1分先のこともわからないから、気をつけて、祈ることもやめて、祈ることやめるばかりか、祈りを聞いてくださってる神様もいないんじゃないかって思い始める。子供の時そうだった。ああ、お父さんこれ欲しい、お母さんこれ欲しい、言って聞かなかったら、あれは自分の親だね。こう思うわけです。それと一緒のことを神様も知ってるわけですね。発説にイエス様がこういう言葉を言った。人の子が来ると、果たして地上に信仰を見出すだろうか。これがイエス様の憐れみですね。イエス様、嵐も沈める、盲人の目を開ける、死人も蘇らせる、私の祈りを聞いてくださるはずだ。なのになんで聞かれないんだろう。なんで思い通りにならないんだろう。そして来ようとしてやめてしまう人たちを憐れんで、そうなってしまうんじゃないかっていう心配です。果たして地上に祈っている人の姿を見ることがあるんだろうかということを心配しているわけです。このルカによる福音書のこの祈りの記事ですけれども、同じルカの11章でも、イエス様似たような物語を通して祈りについてお話しされているんですね。後でお家に帰ったら読んでいただきたいんですけれども、そこでは、求めを彼が与えられる有名な御言葉のあるところですけれども、そこで、
イエス様は腹が減って魚を欲しがっている子供に蛇を与える父親がいるだろうか、卵を欲しがっているのにサソリを与える父親がいるだろうか。そうですよね。サソリなんか出してきたら困りますもんね、食べちゃう人もいるかもしれませんけれども、でも間違いを犯しやすい人間でさえ良い父親であろうとするなら、良い親であろうとするなら、子供にいいものを与えようと思うのが普通です。そしてイエス様はその後に何て言ってるか、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてください。普通のことを考えて何か与えてほしいものがある、父なる神様が最も私たちに与えたいの、私たちに願うものいろいろあります。オレンジのダウンが欲しいかもしれない、でも最も父なる神様が私たちに与えたい、そしてこれがあることによって全てがうまくいくということで、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてください、教えている。この聖霊、これが神様が私たちに最も与えたいと思っているプレゼント、その力によってどういうふうに人が変えられていくかというのも聖書に書かれていますね。あの臆病だった弟子たち、十字架のもとから逃げ去っていったあの臆病な人たちが約束の聖霊を受けたときに全然違う人たちに変えられていった。聖書には聖霊の結びには愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だということが書かれている。私たちが聖霊に満たされる、そういうことが起こってくる。目の前の状況は一緒かもしれない。状況を変えてくださいというのはもちろん大事です。状況が変わったら嬉しくなる。でも状況が変わっても私たちの心はどうですか。私たちの心が変えられていくこと、神聖されていくこと、それがイエス様が残してくださった最後の言葉の約束です。人が死ぬときに最後に残す言葉って大事だと思いませんか。もし自分が天に帰るとき一番最後に何か言えるとしたら、本当に大事なことを残しませんか。周りの人たちイエス様が最後に残したのは言葉は約束の聖霊を受けなさいということです。私たちの聖霊に満たされてほしいことになっている。このことによって私たちは力を得る。あなた方が聖霊を受けると力を受け、ユダヤ・サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるという言葉が実現する弟子たちは約束の聖霊を受けて力を受けて変えられていきました。彼らの状況が変わったんじゃない、相変わらず迫害されるわけです。相変わらずローにつながれるわけです。でも彼らはイエス様がいなくなる前から起こって何をしたか、彼らは聖霊を求め続けて聖霊に満たされ続けていったというのが使徒行伝に書かれています。あのペンテコステの日だけじゃない、彼らはいつもいつも何か起こるたびに聖霊に満たされて聖霊を受けて繰り返さされている。そして何よりも父なる神様、私たちに与えたいと思っているのは聖霊の力だということを知ってください。でも聖霊って何なんだろう、よくわかんないと思うかもしれない。でも子供が父親にわからないものだったら聞きますよね。お父さんこれ何ですか。同じです。絶えず祈らなければいけない中で絶えず祈りながら、神様聖霊ってよくわかりません。ですから聖霊って何か教えてください。聖霊に満たしてください。その素晴らしいもの、聖霊の結びに私の中に結びさせてください。そのように祈ったことがありますかね。聖霊を求めて求める祈りをしたことありますか。なかなかないと思いますね。私自身も求める祈りって何が多いかって言ったら、状況を変えてくださいっていうのが多いと思う。でも自分の心の中を変える、状況を変える、どっちが永遠に変わっていくかといったら、自分の心が変えられていく方が物事に左右されない素晴らしい平安があるんじゃないかと思いますね。私たちのためにご自分の大切な御子ですから主に渡される方が私たちの祈りを聞かないはずない。そして私たちの祈りは今実現に向かって一歩一歩近づいて、でもそれは今見えない、見えないから気落ちしてしまうんだけど、そのためごとに聖霊に満たされなさい、
そして力を受けなさい。そしてその御言葉によって約束された私たちの祈りが聞かれる瞬間を気をつけずに、大事にして待ちながら、そういうふうに励ましておられます。今も祈りを聞いてくださる父なる神様に、今週も聖霊に満たしてくださいという祈りをしてまいりました。一言お祈りします。天の父なる神様、今日も一人一人にあなたの霊を注ぎ、物事に左右されない圧倒的な愛の力で私たちを導いてくださいますようにお願いします。状況はなかなか変わらない、思い通りにならない、嵐も静まらない、そのような状況の現実の中で私たちが気をつけるとき、どうぞ強化してください。あなたの霊の助けが必要ですから、一人一人に注いでください。特に鈴木清さん、耐えられました。鈴木清さんのために祈ってくださった一人一人、また関わりのある全ての方々、異国のためにあなたの霊を注いでくださいますようにお願いします。主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。